終わったんです。ポポポポポ。はい、どうもこんにちは、おわたんぽです。なんか今日はうちが毎日やってる毎日メイクの方を紹介したいと思います。ポッ。今日はうちがどんな化粧品とかを使ってるかっていうのも、みんなにお知らせできたらいいと思ってます。なんかある？いや、せっかくおわたんさんにこうやっぱそのメイクするとき意識してることとか。何の状態ですかそれ。うちがメイクに意識してること、はいはいはい、うちのメイクは肌の綺麗さ、女の子は肌の綺麗さが大事なの、はい、だからそういうとこを重点的に見てくれたらいいかなって思う。パパパパパそれじゃあ早速やっていきましょう。終わった人。じゃあ今ちょっと動画用でメイクをしてるから、メイクをちょっと撮らせていただきます。あとウィッグも撮ります。ちょっと突然化け物になっちゃったんですけど。ウィッグも撮ります。ポッ。うちがいつも使ってるメイク落としはビオレのシント、はい、これが1枚で撮りやすい。でもこれ何枚も使わないといけないっちゃいけないんだけど、はいはい、一番綺麗に撮れる。消耗がちょっと激しいのが難点だけど、欲しいもののリストでうちはそのマネーに買わしてるから、お金一銭も払ってない。うちちょっと最近、はい、アイプチをしてます。うちちょっとアイプチしてるんですか。そう、うち本当は奥二重なんだけど、お酒を毎日そのバカみたいに飲むから、首が腫れちゃうの、むくんで。女性がアイプチする理由でバカみたいに飲むからって聞いたことないんですけど。もうワインとか飲んだらもうパンパンなの、はい、パンパンに。はい、うちのすっぴんです。で、ちょっと着替えます。隠すもちゃんと隠していただくがいいよ。ちょっと今日は、はい、うちのイメージの中ではデートメイクっていう感じだから、デートを意識したコーデで、そのうちの毎日メイクのメイクがすごい明るい系、はいはい、だから色が強い服を着る方がメイクが入る、はいはいはい、見たことある上着な気がするんですけど、ちょっともうなんか見覚えがあるんですけど。え？怖い。え？怖いな。黙れ。じゃあウィッグを付け替えます。今もういらない。じゃあまずこれ、ドン・キホーテで売ってる、ドーラン白。結構このファンデ、はい、うちの使ってるファンデが、はい、結構コメント欄でどこで買ってるんですかって言われるんだけど、これはハロウィン用のメイク、はい、ハロウィン用のメイクのやつがドンキにはその年中無休で売ってるからドン・キホーテで。ここポイントなんだけど、はい、こう鼻の出っ張ってるとことほっぺとこう均等にやって、はいはいはい、でそれやったらこうガッて取って手にこうやってつけて、こうこうこうこもう顔洗うよね。もうこの感じでくってく。これあえてちょっと強めにこう取って、はいはい、こうやって眉毛を隠します。うち眉毛汚いな。ごめん、アイコ汚い。さっきアイコ汚い。ごめんごめん。まあ、こういう時もね、このシートで。そう、マネに貸せばいいから。そうそう、マネに貸せばいいから。女性 YouTuber でビオレシート買わせるのないと思いますね。え、買わせてないの？なかなかないんじゃないですか。加藤のおちゃんやってる。加藤のおちゃん。これ、アイブロウと、眉毛やるのやつ。眉間から塗る。で、眉間から塗ったら、あとはもう線で、一回薄い線で形を作りながら。あんまりない方向に目を向けてる。そんな縦方向に眉毛をって発生するのかな。今時の子は、今時、ごめん、アイコスの。下書きの線をこうなぞる感じで、だんだん太くしていって。角度的には見てもらえれば。眉毛はオッケー。で、次は目なんだけど、そう、もう目の縁、そこ
綿棒でいっちゃうんですね。そう、一応綿棒、もう全部綿棒で、これ結構まばたきのするちょっと上、二重のこうやってちょっと隠れちゃうでしょ。あで、ちょっと上まで苦力しないとその面白くなんないこっちだけ長くなっちゃって、まあ、そういう時もある。うちもたまにこうやってミスるんだけど、はい、これやばいかなって思うんだけど、はい、なんかね、あのこういう時はもう表情でこうやってごまかすっていう顔側をメイクに寄せるんですか。そうそうそうここにちょっと線を入れて、本当は必要ないんだけど、はい、あとここピーって線入れるの。はあ、あ結構プロのコスプレイヤーさんとかでも、はいはい、うちと同じこのメイク方法でメイクしてる人いるんだけど、へあのここに線入れてるやつマジ一人も見たことないここマジ一人も見たことない。うち他にもやられてる。ここもうちだけ。ここもあーその下唇の縁取りを、うん、次はね星様と雫みたいなマークをの目に入れてあ、すごい本人も寄ってきた。目に入れて乗っ取られるんですか、その星入れるとなんか人格が根元とあ、危ない危ないで、最後チークをここで。チークって呼んでんすか、そのこれチーク、これチークなんですか。これチーク、死神チークに対戦者はいらないよあーもう和田さんじゃなくなってる。合格で、あとは表情で補填するあたかも再生したようにじゃないんですよこれが僕の毎日メイクでした。今日の動画はこれで終わり楽勝だったね。あ、今日の動画は以上です。チャンネル登録、踊り狂って死ぬ高評価、切り抜き動画の作成も死ぬまでやろう死ぬまでやろうまた次回の動画でお会いしましょう。あ、君は終わった人、僕の心配。